はい、皆さんこんにちは。イースオリジンですね、やりましょう。女神像にやっていただけることは皆しました。セリフは飛ばしますね。飛ばすというかもう読まないです。で、前回のパートと前々回のを見ている限りでは1回落ちたような感じで見えてるんですけど、実はね、5、6回もっと落ちてます。で、いつも決まった同じところで落ちるんで、ひょっとするともうこのゲーム解けないかなっていうのがあったんですけど、まあ、かろうじて何が原因なのかっていう切り分けをしていた結果、とりあえず、フルスクリーン、私が視聴者の方には関係ないんですけど、私がこのプレイをする中で、フルスクリーン、標準がフルスクリーンでプレイするんですね。このフルスクリーンをやってるとどうも落ちるみたいです。今、ウィンドウモードでやってますんで、かなり私小さい画面でやってるんですよね。で、ウィンドウモードでも、いろいろいじくっちゃうと落ちますんで、標準の、解像度が標準、のウィンドウモードでやると落ちません。で、今のところね、全然落ちないんで大丈夫かなと思ってるんですけど、で、最高解像度にすると、1024×768 になるんですけど、落ちます。で、1024×768 になると、やりやすいんですけど、落ちます。なので、今、800、600でやってますので、かなり小さいんですけど、だいぶ慣れてきました。さあ、あとは、これを、いけるかどうかですね。女神像さんからやってもらえることはもうみんなやってもらったんで、あとはもうレベルぐらいなんですけど、まあどうでしょうね。ちょっとあれが分かんないもんですから、何が弱点っていうのが今のところ全然分かってないもんですから、なかなかね、このパートで終われるか、このパートで終わらせたいんですけどね。まあ、初めのね、前置きが長いので、もう今回は解けるまでやるつもりなんですけどね。その初めのね、分はね、タリスマンを装備します。タリスマンを装備してるんで一回死ねますね。で、もうご利用しましょう。ここはご利用しましょう。どんどんご利用しましょう。よし、もうご利用しましょう。どんどんよしご利用しましょう。ね、6しか、な、8しかダメージくれてないもんね、ゴールドシルバー。あと、これです。さあ、どうすればいいのかがさっぱり。後ろの2つにダメージ与えると白くなるんですけども、これね、白くなるんですけどダメージは与えません。何なんだろう。これかな？だから、もうしばらくね、全然ダメージ与えないですね。さあ、じゃあちょっとこれかな。でも全然当たらないですね。まあダメージ1しか食らわないんで1っちゃいいんですけど、なんだろうね。全然わかりませんね。どっかに弱点があるんでしょうけど、わかんないですね。それでやっても全然ですけどね、何だろう、何がきっかけなのかがさっぱり分かんないですね。まあタリスマンがあるんで、その間弱点を探れたらいいかなっていうところですね。それは何なんでしょうか。全然ダメージ返ってくんないんで、何だろう、風ぐらい。でも風でやっても仕方ないもんね。あと爆雷か。全然ダメージ食らえませんね。まさかお尻？いや、ダメですね。で、白間に頭乗ってんし、自分のキャラクターがどこいるかわかんない。お尻もダメですね。なんだろう、音が出てるんですけど、どうもね、やっぱり両サイドにある白く光るとすごく気になっちゃうんですよね。なんだろう、なんかそれっぽいもんもらったかな。あ、ひょっとして私、いや、装備できるもんないもんね。これはすごい長丁場だな。装備を変えるとすればね、私また一からやり直さないといけないんですよ。というのも、
もう始まっちゃうと一切受け付けないんで、攻撃以外のキーはねもう全然ダメなので、困っちゃったなぁ。何なんだろうね。あ、風してる。あ、なんか出てきた。なんだい、なんか赤いバーが出てきたね。当たんないね。全然当たんないね。なんだったんだろう、今赤い、赤いなんか出てきたね。あれは、それは、風の、あ、風のあれか、風の耐久力が出てきてるのか、そういうことか。全然ダメだね、全然ダメだね。これどういうことだろう。これ何か一定の距離を置くようにしてるよね、後ろのあの白くなるのが。一定の距離を置くようになってるんで、なんだろうね、これ当たってるよね、当たってるけどダメージ受けてない。ますます困ったぞ。全然当たんないね。よし、これかな。あ、当たってる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 。なになに、どういうこと。今すっごい当たってるんだけど、今当たったね。え、どういうことなんだろう。ああ、あの攻撃をするまで待てってこと。まあ一回死んでもいいんだけど、今当たったね。あ、今これ火をやれってことか。あ、あ、そういうことで、として違うね。赤だから火をやると思ったんだけど、だからおびき寄せないといけないんだよね、こうやってね。で、おびき寄せておいて、もう当たんないね。何なんだろう。もうよく、あ、ブーストできるわ。あ、これじゃダメなのか、バーストするとダメなのか。なんか当たったね。何だったんだろう。どけさないといけないんだね。たまたま食らったのはあれだから、ついつい風を使ってしまうんだけど。あ、バースト来た。何だったんだろう。耐久力があるのかな、これに。なんなんだね。あ、これだ、これ、さっきはこれで来たんだわ。あ、違うか。あんまり鹿の目は魔法作らないといけないようだね。困ったね。何なんだろう、これ、どうやっちゃうんだろう。こんな時にやってる気がするんだけど、何だったんだろう。でおびき寄せた方がいいのかな、こうやって。当たんないよね。この、何だろう、誰だっけ、私、ユーゴ君はかなりすごいよね。ここまで下ってもなんともないって。あ、またバースいちゃった。これじゃないの、何だったんだろう、あのタイミング。なんかね、このこうなった時にやったような気がするんですけど、敵が逃げていくんですよね。何なんだろうね。
的ストレス溜まるね、これね。近寄ったら逃げられて、輪郭、勝てないですね。あのダメージだったの、何だったの、あれが全然見えない。間違えて、また連打しちゃった。ブーストがえらく速くないんですけど、あのシールがなんか厄介しいよね。厄介だね。で、今私ブースト入ってるんだけど、ダメだな。逃げたら追っかけてくるの、これ確か。まだタリスマン入ってないんだよ、これ。あのダメージ与えたタイミングさっぱりわかんない。なんだこれ。もうほんと、なんだろう。加入しちゃおうかな。いや、加入はしたくないんですけどね。今までしてないんで。ちょっと多分ね、無言が届くと思いますが、お許しください。あ、タリスマン使ったね。なんだろう、上のって何かあるかな。いや、上のって何かあったんだろうね。あ、間違えてる、間違えてる、間違えてる。この盾にもダメージ与えなあかんのかな。いや、でもダメージ与えまくってるよね。ダメージ与えまくってんだけど、ダメだね。いいかな。ダメだね、全然。あ、1当たってる。あ、当たってるわ。あ、またか。どういうこと？あ、こういう方向変わったね。何なんだろう。今度は何かあるのかな。うわ、絶対わかんないわ。何だったんだあれ。全然わかんないね。あ、これが来た時になんかあるんだわ。さっきはこれが来た時になんかあったんだけどね。できないのかなと思ったんですが、今度風ね、全然役立たないけど、風だったらどうなのっていう。あ、これ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 、この時だよね。これでもダメだね。当たらない。やっぱ火かな。いや、絶対わかんないわ。これでもし勝ててもらうなかも、嬉しくないな。全然全然ダメだね。これかな。
あ、なんか出てきた。あ、これか。あ、これか。あ、違うね。なんだろう。なんか赤いバーが出るのは、どうも、こっちで敵の方で出るんだね。あ、出てきた。うん。あ、勝った。もう一回来る？もう一回来るな。何回来んのこれ。また当たんないの？また当たんないのかこれ。ちょっと待って。これはひょっとすると、ああ、なんかあれだね。ああ、来た来た。ああ、なんか今こっち食らってるね。は？何？動けないんだけど。わかんない。あ、でもダメージ与えれるね。は？これ動けれないんだけど。もう。ほんとまだ拉致られるの？拉致られない。もう合流しますよ。もう合流しましょう、合流しましょう。あ、まただ。で、また拉致られてかな。で、これ倒したら、もう2、3回行かないといけないかな。あー、またこれだね。いや、もう、ゴルムシになってっけど、私も。で、今度こっちでしょうね。あ、まだ拉致られて。なんか意味わかんないよこれ。いや、捕まったらダメなんだろうかな。おお、ほんでまた立ち上がって、でこれ後ろのやつやっつけて、あ、でも全然減っちゃらなんだけど、まあいいか。わかった、もう一回来る。弱点が何だったのかわかんない。あのシールドをやっつけないといけないんだろうけど、シールドをどうやってやっつけるのかがいまいちよくわかんなかったね。あの赤いバーはシールドだったんだね、多分ね。シールドのシールドか、シールドのエナジーか。はい、くっ、ははっと。貴様のようなハンバーモンに我が待望を邪魔されるとは。確かに僕はただのハンバーモンかもしれない、だがこれが、あ、これも僕は僕自身の意思で選んだ道だ。迷うこともあるだろうが、もう二度と道を外れはしないと。くく、甘いな。ファクトとやらの血、思った以上に、業が深そうだ。我が一族と同じように、そうした業は断ち切れぬもの。所詮貴様は呪われたちからは逃れられん。くくく、はははは、はぐふっていう感じですかね。英語下がっていてください。それこそが魔の根源です。フィーナ、準備はいい？はいと。